はい、鎌倉武将紀行、北条宗時、加納重光の墓。加納重光というのは、場所がね、ここで書いてあるんですけど、よいしょ、ここがね、割と加納重光って書いて北条三郎宗時と、北条三郎宗時というのは義時公のお兄さんですよね。まあ、最後ここで戦死するんですけども、加納重光についてもね、ここで亡くなったということが書いてありますけども、50年ですか、結構古いですね。これ今まで来光川とか来てたんですけど、全然見てなかったですね。この上の高台、ね、こういうね、ゆかりの地っていうことで新しく登りが立ちましたけどね。まあ、宗時公の場合は、まあ、三郎って書いてありますけど、まあ、一応長男なんですよね。で、まあ、なぜ死んだかというところもあるんですが、石橋山で戦ってて、要するに父と弟と、長男と分かれて戦うと、まあ、それはよくありますよね。そうしないと、やっぱり耐えてしまいますから。三浦氏にしてもそうですし、土井実平とか、それから真田とか、みんな兄弟、縁者、分かれて戦うんですよ。極端に言えば平家方と源氏方に分かれると、まあ、この場合は別にそういうわけじゃなかったんですけど、そうしないと両方どっちかがね、生き残れば家は絶えないということになるんですかね。 いいですね、この登り。まだ綺麗っていうのもあるんですけど、義時ゆかり、伊豆の国、源頼朝、北条政子の席を巡る北条義時ゆかりの地と、まあね、皆さんのゆかりの地になってますんでね。まあ、今日はですね、大河ドラマ2022年に始まる鎌倉殿の13人の訪問についてですね、まあ、ちょっといくつか史跡巡りをしたいと思ってるんですが、まあ、大河ドラマと関係なくですね、鎌倉武将紀行ということでいくつか回ってるんですけど、まあ、ここがね、ここだけ見ていいということが許されてるようなんで、最初私有地で入れないのかなと、まあ、いきなりお墓と。あまり個人宅、私有地なんて、長時間は避けた方がいいと思いますけどね。これですね、お墓になってますね。墓石がしっかりね、右が宗時公で左が重光公ですかね。まだ日が目立ちますよね。まあ、これは後世というか後から建てられたものだと思いますけど、右の大きい方が宗時公、左が重光公ですね。まあ、多分一緒に死んだんではないですから、ここに墓石を持ってきたんだと思われます。そして宗時の墓としか書いてないですね。土地の人々から何読めない、まあ親しまれて、宗時神社っていう一応神社になってるんですよね。ここね、地図で見ると神社になってますんで、加納氏はですね、加納城の加納氏ですね。そこは確認したいと思います。石橋は中瀬に敗れてと、まあ、両方とも平家方というか頼朝側の人間なんですけど、こちらのね、塚っていうか墓石がここにありますけどね、この山のようになっているのがもしかしたらお墓、塚なのかもしれませんね。宗時公はこんなところで撃たれてしまったと。まあ、この方たちは、宗時公の場合は大場景親ではなくて伊藤祐親ですね、の軍に囲まれて殺されてしまったと。まあ、それを聞いた義時公や父の時政子はね、どう思ったかちょっと分かりませんけど、まあ、実質石橋山の戦いにしても、その頼朝挙兵でですね、北条氏の中で中心的に動いていたのは宗時公ですから、まあ、大河ドラマでもね、最も著名な方が演じられるんで非常に楽しみです。はい、北条宗時、加納重光の墓でした。